します。赤崎瀬尾。赤崎瀬尾です。よろしくお願いします。はい。さあ、始まってしまいました。なんと、千葉からが共同にできたということで、9月7日にオープンして、そうなんですよ。千葉からとしては4店舗なんです。すぐ行ってまいりました。ということでね、共同の北口からですね、ここ2分のところに。アクセスもいいですね。そうなんですよ。ただね、小田急線共同から泉玉川駅、うん、この区間に1店舗も二郎系がないんで、うん、あの共同って調べたら見てもらっても分かりますけど、ちょうど真ん中あたりに、ね、初めて二郎系ができた。小田急のちょっとコアなとこでしたけど、ね、まあそうそうそう、都合のいい区間だったけど、ね、ああまあね、うーん、でまあこんな感じでね、基本的なメニューがございますが、渋谷店では私もうものすごいラーメンアホほど食べてるんで、うん、アホほどは食べてない。つけ麺を今回選択した。なるほどね。アホほどは食べてない。食べたことあるけど、ね、そうこちらがつけ麺の醤油990円、麺を固めにしまして、ラー油を少しのほか増しましということで、ラー油はご存知の通り店内看板にもない裏コールです。はい。でつけ麺を頼むとですね、こういった温泉卵無料でついてきますんで、ちょっとお得な感じがしますね。で着席したらですね、先のお好みを必ず聞かれるんで、これ答えてください。あ、なるほど。野菜少なめだとか麺固めだとか、これが先のお好みになります。よく見てくださいね。なるほど。で、まあ、今回豚から、やっぱ豚ですよね、千葉からは。やばいっすよね、めちゃめちゃうまいです、これね、巨大豚、まあ共同でもね、柔らかさ、そしてほんのり甘みの豚、美味しいですね。本当にでかいんだから、これをね、またね、ポタージュのような漬け汁とともに食べるんです。うますぎます。そのままだと俺、千葉から行った時、アフリカ大陸ぐらいの大陸系の、いや、形でしょ、大きさではなく、大きさ、形、いや、大きさ、形はまだ分かるけどね。あ、なるほどね、イメージは湧きますけども。あ、野菜いきましたね。食感はですね、シャキシャキというより、ザクザクとした、ちょっと温野菜寄りの、鍋に入ってるような、お鍋に入ってるような、あ、同じか、一緒だな、煮るやつの鍋に入ってるような。いや、分かるよ、食感、他感ないもん、鍋で、麺はですね、このように幅の広い、平打ち麺でございまして、あ、まあ、イメージするとね、あの、いわゆるきしめんよりもですね、のど越しがいい、あ、のど越しがこうワイルドでザラザラというか、なのでガツガツした味が楽しめるよということです。ものすごい増えたね、正直ガツガツです、ね、で、つけ汁ね、つけてきましたね。ネギはこれ汁の方に入ってますんですね、うん、で汁がなくなった場合追加でまたもらうというのが、はい、あまりね推奨はされてないんですよ、実は。あ、そうなんですか。なので配分には気をつけてください。なるほど。気をつけてください。で、そんなことを言ってたらですね、こちらです。ご覧ください、はい、ね、ん、おん、何か、そうしょ、うん、ニンニクがあらないんじゃないかということで、うん、ニンニクがちょっと入ってなかったよ、ね、はい、ということをしたらですね、途中でもらえたという。あ、あと、まあ、皆さんね、気になってると思いますけど、はい、隣に映ってるのは僕らの友達です。いや、芸人です。一応僕のお友達。芸人です。元相方の岩田くんでございますけども、はい、ありがとうございます。ネギやラー油、刺激と相まってね、このニンニクを入れたことによって、さらなる衝撃がありますよということですが、これでまだ僕はすみませんね。ここに胡椒を入れて、限界まで刺激を試してみようということで、うん、まあね、やっぱスープが甘い分、あ、まあ確かに、本当に、純木殺みたいにこう口の中でですね、ズドドドドドと次々にパンチが来て、もううまいのなんのっていうね、いい表現でしたね、純木殺。あ、割りスープ、割りスープあるんですよ。ただね、本来麺を食べ終わったからこれ入れるもんですよね、割りっていうのは。まあまあまあ最後ね、これまだ全然麺ある時点で入れました。なぜなら、先ほど忠告した通りですね、私はこれ配分間違えてですね、もうなくなってたんで、もうこれを、あ、なるほど、そう漬け汁として食べる。ただ、うん、和風なお出汁が効いて非常に美味しい。これもこれでね、試してもいいんじゃないかな。味変になったっていう。そうちょっとあっさりして食べられるよっていうことで、あっという間にごっざんですということでね、はいはいはい、いやー、なかなか4店舗目この位置にできていただいてありがとうございますね。そうなんですよ、マシマシレベルとしては、はい、まあ、88.5 ということでございました。いや、行っちゃいましたね、共同店ね。さあ、というわけでね、冒頭でも少し触れましたが、はい、小田急線というのは、まあ、二郎系がなかなかないという点なんですけども、はいはいはい、まあ、世田谷代田駅ね、うん、小田急線の我々よく行きますけども、はい、ある理由に、さっきの友達がね住んでる、まあまあまあ、そうね、友達っていうか、まあそうですけども、世田谷代田には、まあ、歩いてすぐのところに、ラーメン二郎新代田店があるから、あります、ね、まあ、世田谷代田は二郎系あるとしましょう、はい、で、はい、梅ヶ丘の二郎系が潰れちゃって、うん、豪徳寺にリラクシンという二郎系
計が。で、はい、その次共同から、うん、泉玉川まで一軒もなかったんですよ。あ、なるほど。なので共同に1店舗できたということなんですね。だから一駅進んだと。あ、そうね。いや、そういうことよ、そういうことよ。ゴールはどこなのかっていう話ですけど、まあ、上りとまでの間の6、7駅1軒もないの。じゃあそこからまた各駅作って、一駅ずつ、うん、そう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 、どんどん神奈川に近づいていく、うん、そうですね、うん、狛江とか皆さん欲しがってますよ、狛江駅の住民は。え、これあの店主に呼びかけてるんですよ。他の店主に、はい、うん、未来の店主に、未来の店主にしようかな。狛江市民は迷ってますよ皆さんね。ということでね、今回は共同の千葉からでございました。はい、ご相当です。はい、うっす。Thank you.